どうもなおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はコメントありがとうございます。以前の動画で攻撃的な主人公を作りました。これ幻月閃光、これで攻撃するんですけども、さらに強化することが可能っていうのを教えてもらったんですよね。マガツキスキルを使って、幻月閃光を1ターンに2回使ってたんですけども、3回使えるみたいです。必要なのがこれ、ディースですね。ユニークスキルのノルンの瞬きです。自身の行動でストックに戻るときに、プレスターンアイコンを消費しないっていうやつですね。ディースと、もう1体、ノルン。これもね、ノルンも同じくノルンの瞬きを持ってるんですけども、まあ、種族の問題で、ディースの方が使いやすいかなと思いました。妖魔なので、ベルゼブブのユニークスキルに引っかからないんですよね。なので、デバフと、バフはディースが行うという感じでしております。これ多分ね、主人公以外でも使えると思いますね。まあ、とりあえずどんな感じなのか、使っていきましょう。それでは、創生ハードの真の正門いきます。前戦った時がね2ターンだったんだよね。それを1ターン、まあまあ、攻撃をし始めてから1ターンで沈めていこうと思います。まずは分身創造から攻撃が4回連続で行うようにできる。で、方向を入れます。で、ベルゼでランダマイザー、完璧なデバフで、リースが、キャンディーだね。バフを入れていきます。で、ナホビホは、最初のスキルが重要でした。マガツキゲージが少し残るっていうやつね。で、もう必要ないのでチェンジします。ゼウスでいいね。ゼウスの、マガツキスキルが必要になりますのでゼウスを入れる。で、強化水月で回避できるようにします。3 3 3 3 OK でもって、このターンはステイだね。強化水月で待って、で、ベルゼをブリトラにチェンジ。ブリトラの、狂乱の宴が重要になるんだよね。で、リースでもう1回キャンディを入れて、レウス別に何もいらないね。パスかな。別にもう何もしなくて OK です。で、リースはまだ変えない。キャンディいらなかったけどね。リースはまだ変えない。クリティカル出るね。よし、 OK。 で、ここで、準備完了だね。 OK。 ブリトラもいる、ゼウスもいる。 OK。 でもってマガツキスキルを使って、チャージ効果が解除されないようにします。で、これで分身創造がずっとついてるんだよね。で、幻月閃光、まあ一発2000ぐらい、クリティカルで3000ぐらいだったから。おお、いいね。偏見なく閃光のごとし。なるほど。そうか、前は氷を入れてたんだ。氷を入れてダメージを上げていったのよ。うん、でも氷よりもこれ絶対あれだよ、リースとかノルンを入れてもう一回攻撃させた方が間違いない。で、なんだったっけ、チェンジがストックに戻るときに使わないだからチェンジだ。あ、で、ここで氷を入れればいいじゃん。あ、氷持ってきてね。氷持ってきてない。あ、まあ、ここで氷を持ってくるといいんだ。まあまあ、ルシファーでもいいですよ。
クルシファーに変わりましょう。 OK。 アイコン消費なしで、パス。幻月、あ、光竜よりもルシファーの方がいいかな。どうでしょう、まあ、クリティカルがかなり多めに出てくれるならばこっちの方がお得、うん、あんまり変わらないっていうのであれば、氷を入れて確実にねパーセンテージのダメージを上げていった方がいいかな。おっ強い。先行のごとし。 OK。 で前はここまでだったのよ、主人公が攻撃できるのが。でも今回はノルンの瞬きでプレスターンアイコンを1使わずに済んでるので、もう一回いけるのよ。でさらに言うとこの次のターンにももう一回攻撃できるからね、この分身創造で。いやこれ確実だわ、確実に倒す。いやーなるほどね、ディース・ノルンっていうのは本当に重要、むちゃくちゃ強い。はい、ということで戻ってきました。今日はコメントありがとうございました。攻撃的な主人公をさらに攻撃的にする方法を教えてもらったんですよね。重要な仲間はディースもしくはノルン、この2人ですね。まあ、ディースの方が間違いないかなと思います。うん、ベルゼブブが使えるようになりますので、ディースの方がいいんではないでしょうか。うん、これね、アラハバキー使うとき以外は、ディースでバフしていった方が、これ間違いないんじゃないですかね。うん、アイコン一つ使わないっていうのが、本当にね、重要です。めちゃくちゃ重要。うん、他でも絶対使える場所があると思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。